東京から南に約1000キロ、太平洋上に位置する大小30ほどの島々から構成される小笠原諸島。屋久島、白神山地、知床に続く国内4番目の世界自然遺産に2011年に登録されました。小笠原諸島は大陸と陸続きになったことがない海洋島。植物や生き物は渡り鳥によって運ばれてきたり海から流れ着いたりし、島で生き残ったものが独自の進化を遂げ、小笠原の固有種になりました。森の中には固有種の生き物が様々、特にカタツムリはなんと約 94% が固有種。鳥では赤頭カラスバトや、他には小笠原唯一の固有哺乳類の小笠原大コウモリが有名です。父島、母島の周辺海域も世界遺産の地域。近海では11月から翌年4月の間に出産、子育て、繁殖行為をしに北の海から戻ってくるザトウクジラ、夏から秋に外洋域に出現するマッコウクジラ、通年小笠原近海をうろうろしている南半島イルカ、ハシナガイルカ、3月から8月まで繁殖産卵で戻ってくるアオウミガメが見られます。ハイキングで動植物を間近に感じ、海のクルーズやダイビングで海の生物に近づいたり、美しい自然の景色を展望台から眺めたりと、小笠原で自然に触れ合った体験は忘れられない思い出になるでしょう。楽しい時間は過ぎ、小笠原を離れる時がやってきました。港にはお世話になったホテルのスタッフさん、ハイキングやクルーズでお世話になったガイドさんたちが大勢集まって見送りをしてくれます。決してさよならは言いません。掛け声は、いってらっしゃい、行ってきます。Thank you.